言えないんですけど、はい、売り上げ、その CD、はい、今回の我々愛知の時に歌った愛知ローカルヒーローテーマソングが収録されております、はいはいはい、それ、650円で販売してるんですが、はい、売り上げのうち500円を、はい、今年ね、春に、九州の方で、そうですね、ちょっと新型の、はい、こちらの現金の方に回させていただきます、はい、こちらで、はい、させていただきますので、ね、ありがとうございます。もうぜひね、協力できるところは、ね、本当にね、もうそういう気持ちですからね、全然もう、ね、九州のコラボショーのね、握手会撮影会今しておりますけどもね、愛知のキャラクターみんなでお手伝いしようということで今みんなでやっておりますのでね、ぜひぜひ最後まで握手、撮影会楽しんでいってください。あ、でもちょっと流れてきましたね、ですが流れてきましたね、だんだん進んできましたよ、テンポ、違う、後ろに下がっただけだ、はい、後ろにちょっと下がった、あ、後ろ下がったわけ、うん、後ろに下がったね、まあまあ、でももうさっきよりはって感じじゃないですか。あー、そうね、いや、サイセーバーさんとかあれなのかな、今日一発目ここでやってあっちでもなんかブルーがあったからやってきて、また戻ってきてくれたのかな。呼んじゃいましょう。はい、再生ボタン呼んじゃう？呼んでみようか、たまには。呼びましょうか、じゃあ。じゃあみんなで私がせーのって言ったら、再生バーって言ってみて。再生ボタン呼びましょう。そしたら2回目ぐらいに来るかもしれない。2回目ぐらい？行こっか。はい。行くよ、せーの。再生バー。待った。せーの。みんなの声が聞こえたぜ、行くぜ、どう？通り過ぎてった、ちょっと君も、まあ、帰ってきて、どうも、本日第1回目、お疲れ様でした、お疲れ様でした、再生バーさん、座るんかいと、私が座ってるからね、みんな座っちゃうから、ベルトの件でちょっと、ベルトの関係で座ってるだけなんです、ね、真ん中どうぞ、もう今日本当お疲れ様でした、お疲れ様でした、再生バーさん、すごい大変だったんですよ。ここで一発目やった後に、はい、ブルーでもやんなくちゃいけない、ブルーの方にも行ってで、また戻ってきてくれて、エンディングのために、うん、いや、痩せたくして、痩せたね、一時痩せました、めっちゃ痩せたね、多分50キロ痩せたと、そんなに痩せるわけないでしょ、もう重力なくなっちゃうよ、50キロ痩せたら、はい、いやー、でごめん、上げるだけ上げてすっげー申し訳ないけど、はい、きっと喋ってくれないよね、そうだよね、きっともうなんか疲れ果てて喋ってくれないよね、疲れてるから、ね、この後ね、終わったら、はい、握手会がこちらの方で集合写真ありますので、そこまでいてもらってもいいですか、まあ、悩まないで、そこ OK って言ってほしいですけど、こうやってしようかと思ったら、よし、分かった、 OK みたいなこと言うと思ったら、うん、ほら、そう OKOKOK、 最前半さん、ちょっと可愛くなった、なんか可愛くなりました、なんか前もっとなんかすげえ格好、なんか変わったの、可愛がってる、やかましいわ、あなたがちょっと可愛くなってるんだよ、なんかすごい可愛くなる、なんかすげえ、なんか乙女になってない、最近乙女ですか、うん、前なんかこうやってさ、ずらーババーっていくことなかったもん、あ、そうですか、ボケることなかったもん、そういうことなんかやらなかったのに、うん、今年はなんかちょっと今なんかキャラが変わったんじゃないかと、面白いじゃん、面白くなった、成長、誰が言ってんだ、個性が出てきたってことじゃないですか個性が出てきたということですね、本当に、まあまた埼玉県の平和もね、これからも守っていただきたいと思います、まず今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、この後も守っていただきたいと思いますね、このパターンで繋ぐか、繋ぎましょうか、このパターンで繋ぐか、誰がいる、喋れる、あ、いますよ、あ、横田さんのお気に入りですか、悪い人たちいるじゃないですか、あ、じゃあ私失礼しろ、するわ、これちょっと待って、一人にはしないで、もっとやだの、一緒に、ね、だって前、あいつにさ、はい、あいつにさ、神戸ジャスティスでさ、はい、悪口言われたもん、悪口言ったんすか、嫌いだもん、ガチの悪口言われたもん、怖っ、おめえとは絡みづれんだよなみたいなこと言われて、私真剣に説得したもん、いや、それはキャラでやっててみたいなことをね、何なんだよ、あ、これこのテンションで、ごめん、聞いてなかった、だから私のことをね、ほら、なんかおめえとは絡みづれんだろみたいなこと言ったじゃん、それ1年くらい前に、本当か、忘れたな、記憶にない、ほら、忘れ、いや、絶対言うたで、一応形式上では和解したけど、でもその後ちょっと別のイベントがあってもなんか若干気まずい感じの、ごめん、なんかすげえ嫌だった、マジでごめん、全然そんなつもりないから、いや、大丈夫、急にマジになれないで、もうだから、マジのやつだから、私、ちょっと今日絡んでいいか分かんなくて
も泣きそうになってる。泣きそうになってる。全然気にしなくていいから。泣きそうになってるじゃないですか。ちょっと隣には映画泥棒がいるし。映画泥棒。あれ大丈夫なあれ。知らねえよ。知らねえんじゃねえよ。ちゃんとせえよそこ。世の中にもマルシートのがついてんだよ。私も最近それ気にするようになったよ本当に。気にしねえぞ。あれまんまいい。あれまんまでしょだって。作り直したわけでもなくまんまでしょあれ。YouTube に上がってたから。YouTube に上がってたんだよ。あかん、それが YouTube に上がってたこと自体まずダメでしょ、だってまず。でもいっぱい上がってたよ。知らんからそんな。どうせ再生回数も1万ぐらい来てるぞ、どうせ。1個や2個じゃなかった。10個以上上がったから。だろうね。あかんでしょ、もう本当に。あ、そうか。いいな。西は自由でいいな。何でもだよ。東は自由じゃないで。あ、そうか。笑かそうと思っても、お前はアクションばっかやってりゃいいんだよって言われるんだって。そんなこと言われんのか。言われたね、昔。西はええなぁ。マジか。俺も西行こっかなぁ。あ、来い来い。やめとく。真ん中に行ってください。テーマパス。やめとく。あの、なんか石川県とか行きたいわ。もう金沢とか行きたいわ。ところに。あ、あれは、あいつは、あの、なんて言おう、どっち行ったらいいんだ。あの、じゃあもう代名詞で後藤武蔵は。後藤武蔵、え、どういうこと今。もしくは、ケーキングは。ケーキング、ケーキングは相当にメイク落としたからもう無理だ。もう出ない。じゃあ、じゃあ、あの、面白いマンは。面白いマン。間違えた、ナイスマンは。ナイスマンは、なんか今から着替えようとか着替えないって言ったけど。偽系つ唇は。偽系つ唇は、多分もう休憩モードだから。やる気ないのかよ、単純に。誰もじゃん。やる気ねえよ、あっちは。ここはよ。もう何、兵庫で受け取ったからもうええねんみたいな。そもそも変身じゃないんですね。あんだけやれば仕事増えんねん。あとはなんかヘッポコ MC に任せるねんって感じ。俺がヘッポコやもんやろ。自分で言ったんじゃねえか。俺に言われたって仕方しょうがねえよ。しょうがないもん。そうだよ。じゃあせめてソラマンでも呼んできてもらおう。ソラマン。はいはい。ソラマン。ソラマンとでもこれ全然これメジャーじゃないからな。いや私今日あの今年から広めるからさ。本当にソラマンっていうの俺今日初めて聞いたもん。あ、マジで。私結構言ってるよ前から。クランブルの時も言ってたよ。スカイマン。スカイヤ。おいで。え、ダメなの。なんかダメみたい。ダメだ。なんかあれ、でも来たよ。来た。今庭に止められたけど今。なんだったんだ。ちょっと分かんないけど。あ、ソラマン。あ、ソラマンちょっと聞きたかったんだけどさ、ソラマンと肉まんどっちが美味しい？何聞いてんだよ。ソラマンが美味しい。ソラマンじゃないよ。喋るソラマンってなんだよ。ソラマンって何？肉まんはわかるけど。ソラマメが入ってるんですか？いや、ソラマメよりも肉まん系かな。いや、見切り発車やめてください。もうボケが集まっちゃったんですよ。俺も今ベルト直したってしょうがねえんだよ。直してくださいよ。直して。何いらないわ。俺もじゃあ。いや、そういうわけじゃないですけど、僕一人にされても困りますけど、こんだけ喜んで。誰かちゃんとした人くださいよ。もう去年のね、ちゃんとした人じゃないんだって。ソラマン。いや、そういうことじゃないですよ。ソラマンまだ掴めてないですよ。僕私も掴めてないもん、あんまり。俺もだ。私が変なこと言うと、私が変なこと言ってるけど、ソラマン必ず3年やってるけど、俺もよくわからない。俺すぐ笑う。ピコのこの仕草、超好き。ね、ソラマン。照れ笑い？はい。すごい優しい声、それは。わかるでしょ。だからソラマンが MC をしたくないって納得できるでしょ。納得できます。だから別に悪意も感じないでしょ。はい、悪意も感じないです。もう本当に純粋に頑張ってって言いたい。頑張ってほしいヒーローですね。本当そうです。ね、あ、もう冷や汗かいてる。大丈夫、君よりも私の方が100倍冷や汗かいてるから。本当に大変だな。大変だよ、もう大変。変わってくれましたよ。お前はマルシーの解決をしてから来い。著作権の解決をしてから来い。そんなこと言われたらそっくりだもん。えこれ、ね、いやいや、ちょっとね、この人目がさ、1、2、3、4、5、6、7つもあって、みんな目線が俺に来てさ、今すっげえ恥ずかしかった。すっげえ見られても、やめて見ないでくださいね、本当に。本当だ、目があるやん。私は引きの絵が美しいの、本当に。さあ、はい。あの、そんなこんなでね、今日も兵庫チームがね、伝説を残していただきました。はい。横田さんのお気に入りということで、今後、八剣のお仕事にきっと呼ばれるでございましょう。いやマジか、どうしようかな。自分権力ないんで。あ、権力ないんで、呼ばれることは。わからないです。約束できないっていう。そうか、別に。できないですよ、もしかしたら。ジョニーさんか、河合さんに見てもらえたんですね、やっぱその辺は。ただ、この辺はうまいこと伝達しといてください。うまいことお願いします。じゃあ、兵庫ヒーローの今後の検討に乗って、もう一度皆さん一斉に拍手をお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
武蔵以外に拍手。武蔵以外に拍手。武蔵以外に拍手。お願いします。武蔵以外は真面目にやってるんだ。はい、OK です。まあ、この後また、集合写真撮りますので、その時またお呼びいたします。OK、了解だ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。